にちは。こんにちは。代々木公園店のトミーです。幡ヶ谷店の野田です。幡ヶ谷店の深津です。ちょっと間空いちゃったんですけど、久しぶりのハウツートリックっていうことで、はい、前回みんな部屋の中で喋ってたキーオフピンについて今日はハウツーやっていきたいと思います。はい、やっぱ憧れトリックなんでちょっと気合が入っちゃいますね。まだ全然でけへん全然でけへんわ。まあちょっと大輝があんまりなんかできそうでできないみたいな感じらしいんで、ちょっと彼に教えるような感じで今日はやっていくのが一番わかりやすいかなと思うんで、やってみてください。頑張れ怖えぜ怖えぜ。とりあえず僕はスタンディングから入るタイプですね。そうですね。まあキーオスピンはフェイキーとかあのバックサークル の派生の技なんで、なんでこのスタンディングと後ろに走るみたいな技術が必要なんで、ここ、ね、割と今までやってきたやつの一気に後ろ踏んでないんやけど怖いなこれ怖い。あー OK 行きまーす。あっフェイキーになるんよなまあそうっすね。キーオスピンはその足の位置とあと自転車をこう倒したりするっていう角度がキーになってくるんで、ちょっともう一回、なるほどね。惜しい。分かりました。落ちるんですよね。まあ彼はスタンディングもできるし、フェイキーもできるんで割と全然入りは良くて、でぶっちゃけキーオスピンってフェイキーできなくてもできるし、バックタックルできなくても意外とできちゃうんですよ。っていうのも半周ペダル半周回せればいけるんで、でその時に大地はフェイキーできるからハンドルがこうまっすぐになって、はい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 、でさこうたまにこう斜めになる時にハンドルがこう斜めのまんまその勢いでこう、はい、結局切って回るんですけど、その切り幅が今少なくて。なるほどな。キーオスピンはまあエアーキーオスピンをやるとフェイキーをしてってとか、まあ、バックサークルから入るときちょっとこう倒さないといけない、倒して切って回るんですけど、その時にこうかハンドルを一回まっすぐに一瞬戻さないとこの切り代がないから、こうして、今大地はフェイキーでこう走ってて、こう曲がり始めた時にこう切ってるから切り幅が取れてたんです。本当は理想はこうなっても一回まっすぐに戻してこう切る。マジか。そうなんや。その一瞬の戻しだけでもかなり、なるほどな。ちょっといろんな要素がありすぎて、なるほどなとか言ったけど、たくさん実演してもらっていろいろ説明する感じになりますけど、あ、怖いな。でもまっすぐうわ怖い、今のできてましたできてない、なんかいや前上がるまではいいんやけど、切ってもう後ろ、後ろ怖いって、後ろ、後ろに後ろ怖い、振り向く。今のなんとなくできました。また全然、あれで全然か、あれ全然や。キーオスピンはね難しいから、まあ、まず絶対条件としてスタンディングはできないとダメなんで、スタンディングは絶対練習してください。で僕はもう最初キーオスピンに憧れすぎて、バックサークルもできないし、フェイキーもできない状態から練習したんですけど、なんか、それでもできたんで、まずスタンディングをします。で、僕は、こう回り、時計回りに回るんですけど、まあ、大体普通の右利きの人は、反時計回りに回ると思うんですけど、車体の外側の足が前に来た時に、切るみたいな感じになるんで、僕だったら、今、右足が後ろなんですけど、これが、前に来た時にハンドルを切るみたいな、なんで半周後ろに下がれれば OK みたいな。
ここで一回こう戻す。切ってるハンドルを今切ってるでしょ。はい、切ってるのを一回まっすぐに戻して切る。結局このえうまい、今のマジ綺麗よこの後ろに行ってる力を急に回転に変えるんで、その切り幅がないと、マジ後ろに行こうとしてる力を一気に横に逃がすから回るってことなんで、今見た感じ全然スピードないじゃないですか。スピードってこんないらないの。あ、そうなんや。足を止めるというよりかは、足がこう返ってきたら、一瞬、ギュッてこう、足はこう止めるんですけど、そうすると勝手にこう上がるんですよ。足止めるのと切るのを同時にやると、勝手に上がるんで、そこからちょっと脱力して、ペダルはこう任せるとゆっくりこう回る。へぇー。そういうこと？難しい。教えるの難しい。いやでも今の動きかなり分かりやすかったな。ちょっとわざとゆっくりめにで、セーフティーとかバックサークルがもうすでにできてる人はその半周下がっていてハンドルを切る、あとその外側の足が前に向くにハンドルを切るっていうのをやると、一回こうハンドルをまっすぐに戻って今フェイキーしてる。へぇ、フェイキーできる人はもうまっすぐのまんま荷重を内側に逃がしながら回る。へぇ、わかりやすい。最初練習するときはなんかフェイキー途中からバンって回るよりかは、このバックサークル入るのと同じでスタンディングから半周して練習しちゃった方が、おぉ、動きは覚えやすい。もっと速いスピードで、ま、回りたいとか、あの回転稼ぎたいっていう場合は、やっぱ車体が超まっすぐな方が力が横にバンかけやすいんで、フェイキー、割とスピード乗ってるフェイキーから回す方が回転稼げる。あとは結構もう体を開くから、なんか回ろうっていう、めっちゃ回ろうって思うと意外とこうね、後ろに浸ったりするんで、はいはいはい、そう、体は結構開いてるから、あとはもうタイミングと上げ方だけつかめば、うん、体をもう回転方向、進行方向にこう向くみたいな。そうそう、俺はなんかもう先に上半身、うん、手動でもう開いてしまう。へぇー、ただそっちの方になんか支えがついてくるみたいな。そう、ついてきてくれるから。タラス君一回ちょっとさ、はい、タラス筋トレにハマってますからねブルーラックのマッスル系マッスル系スタッフ。いやでもね、あんまり上手じゃないんですよ俺。もう入りが独特。入りがね、入りがテイク2やな。入りが独特だったな、テイク2で。テイク2、今、体を温めています。入りの、で、一回やっぱハンドルまっすぐに戻すのがポイントなんですけど、テイク3で、ちょっと、ただしくんも、まだハンドルが切れてる状態からこう切っちゃってるんで、回転が。僕にちょっと似てる感じですよね。そうね。逆になんか、あ、なんか、こんな感じするもん、自分も。できん、もう一回やらせて。まだ筋肉がちょっと温まってないよもんね。いいぞ。あ、いいじゃん。今のはめちゃめちゃ超苦手や。ちなみに、じゃ技術的な部分で言ったら、うん、この僕たまに回るときに、どっち足が前のときに踏み込んだらいいかなみたいな。結構パニックったりっていうか、わからなくなったりするんですよ。大地から今、いい感じの質問をもらったんで言うんですけど、その、利き用があるんですよ。利き手、利き足があるみたいに、
あのどっち回りで行くかっていう、それはまあ引き企業というんですけど、引き企業の見方に関してはあのすごく簡単です。あの絶対スタンディング、あの汗つかないで立ってる時のどっちが前足になってるか、僕は左が前足なんですけど、それで引き企業が変わります。左が前の人はあの時計回り、右足が前になってる人は半時計回り、半時計回り、半時計利き企業ですね。半時計利き企業ですね。大体の方は半時計利き企業のはずなので、あの利き企業無理や。その場合は、あのその場合はというかどっちもそうなんですけど、回転そのする車体の外側、僕だったらあの右足が前に来た時に切る。回る外側の足が前側っていう、わかるかな、外側こう。俺は全然逆で、こっち左足前で、左足が前で左側半時計回り、そうそう、だからですね、別にどっちがいいとか悪いとかじゃないんで、そう、あとはそのなんだろう、切る方向にこの足が来ちゃうんで、結構トラックバイク足がこう当たるんで、あのそこはもう当たりながら切るぐらいな感じでいかないと、ちょっとどうしてもダメな車体が多いんで、ちょっと慣れてくると、あの当たらない位置とかで切れるようになってくるんですけど、これ当たんないね、すごいね、これ当たんないやつ、奇跡。こういう2人もあるんですけど、結構タイトなバイクだと当たっちゃうんで、それだけちょっと気をつけて、それをちょっと踏まえて大地やってみようか、やるか。理想はもう壁あって足半周回ってバンって組む。おお、車体がまっすぐ、ハンドルがまっすぐ、車体をちょっと倒さないといけないから、はいはいはい、ちょっと切って倒す感じ、こうこう、あのフェイキーであのバランス取るときにこのちょっとグワンってこうなる感じ、動画とか見てもらってる人は分かると思うんですけど、あるあるある、そのグワンの勢いのときに切ってもう回転に変えてるんで、一回結局自転車をちょっと倒さないといけない、分かります。ちなみに上半身はもう脱力ですね。そんなになんか、うん、本当にバランス取れてるか、フロント上げてそこの惰性でふわーっていくみたいな。よし、常に車体まっすぐじゃダメ。そう、これだけ。はい、モーションに入るときにちょっと自転車をハンドルを切って倒すんですけど、切るってなったときに一回ハンドルを戻して切る。だからシミュレーションしたらこうドゥーンって行って、バーンって行って、ちょっと倒して、もうちょっとか、ここで上がる。そう。で、足の位置が結構大事で、ほんまに、ここ、ここ、もう本当に、こう下だったり、うん、こっちやったりだと、ね、ここでもなくて、水平、水平か、ここでもなくて。多少はいいんやけど、やっぱピストトリック結構ペダル位置が、ペダルの位置はかな、まあ、難しいけど超重要やから、じゃあここでこう上がるのが一番そう、うん、ベストってことですね。し、そこじゃないと多分何もできない、できないと思う。へー、やってみよう。さあどうでしょう、できるかな、いきます。ドン。半周やな。こうの半周で。はいはいはい。振り切んでる感が出るわ。こうの。あ。おお、惜しい。いい感じ。車体。近い。倒してからそのまま行ったっていうか、車体倒して戻す戻す、一回まっすぐにしてハンドルの切りしろを出さないと、車体を待って、なんかな、もう一回トリック見せてもらっていいですか。頭では若いんですけどね、全然実際、
まあ、分かりやすくスタンディングから行くんですけど、そしたらまっすぐ、絶対車体を内側に倒さないといけないんですけど、まあそのためにこうハンドルを今切ってるんですよ。でそれを一回こうまっすぐに戻して、いかにスピードスピンが回れるかはもうこのハンドルがいかに切れるか。今大地はモーション入るときにこんぐらいになってこれしか切ってないから、さあこんぐらいになったってこと。あ、じゃあもうハンドルの操作だけ。上げる前に一旦戻すっていう方か。一回戻す。なるほど。体はちょっと斜めになってるけど、切ってて斜めになってるけど、それを戻して、バン。でも、切った状態で僕そのまんま行こうとしてるってことですね。あ、俺分かりやすい例え分かりましたわ。来た。あれ、スライダーの時に煽り入れてこう、それと同じだ。切り代を出すために、はいはいはい、はい。あ、でも確かに。入りはスライダーに似てるかも。結構。だから、できればね、車体も進行方向に向かってこう、ちょっとこう進んでる時というか、まっすぐだと切らないかんけど、なんかちょっとこう、膨らむ時あるやん。はいはいはい。膨らむ時に、足の位置さえ合えば、このタイミングで開いちゃえば、結構、なんやろ、その力、進んでる力も、綺麗に使える。ああ、内側倒れるっていうのを回転にしてる。そう、回転に加える。よし。よし。やろうか。スタンディングからやった方がいいと思うよ。戻る感じな。ああ。一回最初、半周でやってみたらいい。半周で上げる。スタンディングで足戻って。できたところでハンドルも一回まっすぐにして、もうゴリパワー押しやな。ゴリゴリのパワープレイで。スタンディングから始めるともううちにちょっと体倒れてる。アップ。あのね、アップ惜しいんだよな、うん、惜しいんだけどフェイキーに入っちゃってる。フェイキーに入るときってさ、はい、ハンドルまっすぐになる。はいはいはい。その後急に切る。それめっちゃ怖いな。フェイキーに入らない。フェイキーを封じると、そこで決める。あれな、スタンディングからやると本当思ってるよりすぐそのキーオに入るタイミングが来るから。あお、そう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 、来た。足が逆だね。ああ、足逆やけど、近い。まあ別に近づいてきた。足が逆ですね。足逆か。回りすぎてる。大地俺と同じだから、右足前来た時にバンってなると。あ、そっか。じゃあ1回転遅い。3回転遅い。3回転あ、ここや。そうそうそう、分かった分かった。あのフェイキーに入るなっていう時に戻ったらそのままバンって切っちゃうと、はい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 、いける。へい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 、いいぞ。懐かしいなこの感じ。あ、あ、でもまあ、うん、なんか良くなってる。できそうやし、良くなってる。あと想像以上にペダルの半回転一瞬ですね。一瞬。じゃあちょっと今日は大地に前演してもらったりして、割と最後、うん、ね、それなりになんか勝手に上がったっていう。今までもう結構力でも上げたろみたいな感じだったんですけど、まあ、ね、やっぱりキーオフピンとか、まあ、どのトリックもそうですけど練習たくさんしてみたいな感じになると思うんで、うん、我々から教えられるコツはこんなところかなと思うんで、まあちょっと分かりにくかったところとかも今回のやつ結構複雑なトリックなんで、うん、なんでコメントとかで
なんかここはどんな感じですかみたいなのを聞いてくれたりしたら、答えられるとこは頑張って答えますんで、文字で返すってなると結構大変だったりですね。あとトミー君のやってたのが一番なんか分かりやすい。確かにあれを多分繰り返しスローとかにスローでやってたやつ、あれがあれ見るとイメージはかなり大げさにやってるつもりだったんで、できるかなと思いましたね。感じですかね、実際やってて。ちょっと久しぶりの感じになっちゃいましたけど、また次回お会いしましょう。ありがとうございます。また